頑張れ、よしよし頑張れ、8番。うーん、レシステンシア逃げんのか。8番いいとこ行けよ。ああ後ろすぎんなよ。レシじゃなくてダイヤトニック、そしてフォーアマゾン。ダイヤトニックだ。でもフォーアマゾンに行かせるでしょ。ああカフェファラオいいとこだ。カフェファラオいる。8番後ろすぎないか。うわセリフォスもいいとこだね。うちの枠か。ナランフレックか。あれ意外と前じゃん。その後ろじゃん8番。大丈夫か。後ろどうだ、届くか。ダノンザキッドいいとこだ。ダノンザキッドいいとこだ。それ厳しいだろ8番。壁になってんじゃん。壁になってんじゃん。7番か。7番か。8番そこじゃ難しいよ。前開け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 。来い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 。あとちょっと。そっからそっから13。13なんだそこ。13に。9番。たられば反省会惨敗乾杯。あ悔しい。いやー惨敗の会でございます。さあ飲みながら反省、たられば反省会でございます。苦いビールいただきます。苦いビールいただきますよ。もう薬ですよ薬。あ今日はこれ薬だ。惨敗です。缶のパイいただきます。苦い苦い。いやー皆さんいかがでしたか。安田記念取った方おめでとうございます。取れなかった方もやもやしてるんじゃないですか。もういろいろありますよね。たられば、まずね私の馬からいきますかね。まあ勝ったね。そんぐらい私ビクトリアマイルで本命にした馬で、まあ振りがあって、まあ振りがあってつか、まあうまく乗れなくて5着だったんですけども、そこからね池添健一ジョッキーがうまく乗って、もう3コーナー過ぎぐらいからバーッとね出してってね、4コーナー直線から、もうサリオスを射程圏に入れながら、ね、外側に行きましたよね。サリオスに前に行って後ろで足溜めて、サリオス、ソングライン、それでこれ、2着の、シュネルマイスター。うまくな、やっぱ分かってんだろうな。トラックバイアス的にはやっぱあの外に出てったあそこがいいんですね。フォーアマゾン内走りましたけど、やっぱ左右内かその間はちょっと伸びないバブだったみたいで、いやサリオス頑張りました。さすが G1 馬ですよ。ソングラインシュネルマイスター、サリオス馬圏内に来た馬素晴らしい。そして前で頑張った、ファインルージュダノンザキット、これも拍手ですよ。いや頑張りましたね。まあダノンザキット応援してた方、まあ精一杯のレースしたんじゃないですか。ファインルージュも中2周でよく頑張りましたよ。前にとね4番7番であるんじゃないかなっていうね、レースでしたけど、外から来ましたね。足が溜まってた。32秒9で上がってきましたよ。ただねその後ろにいた馬はねもうちょっとレースの仕方では馬圏内に来てもおかしくないですよ。エアロロノア、この馬私がメインにしたイルシパンサーとほぼ同じ、もう 最後尾ですよ。そこからガーッと上がってきて32秒6ですか。だけど器用じゃないとダメだっていうことですよ。やっぱ池添ジョッキースタートよく出てって前に行けましたよ。だからやっぱ前につけなきゃダメでしょ。後手に行ったらもう馬圏内もないですよ。イルシブパンサーの田辺ジョッキーのコメントで二の足がつかなかった。やっぱ二の足つかない馬は、G1 勝てないです。4連勝で来てますけども、いい足で最後最速の上がりで来てるんですけども、やっぱ G1 勝つにはその能力プラス器用さが、多少の器用さないと勝てないですね。だからエアロノアもやっぱり器用さがない分後ろからになるっていう、
前哨戦とか他のレースはもうちょっと前でレースできるけど、 G1 になるとああいう位置になったらもう勝てないです。いやー、イルシブパンサー、エアーロノア、これ人気なかったですけど G1 で通用する足持ってますね。あとは器用さを磨いてほしい。田辺ジョッキー、二の足がつかない、二の足がつく馬ですよ。グラアレグリア、二の足がつくんですね。よく言いますけど、スタートして、スタートは他の馬が速いけど、そこからスピード乗っていくのにっていうね、この二の足、これ大事です。いや、サリオスは二の足があったからあの位置だもんね。ソングラインの前に行きましたね。いやー、惜しいな。セリフォスは54キロ3歳で、この成長していけば強くなると思いますけど、この時点で54キロであれだったら、やっぱそうですね、ソングラインの後ろでしたもんね。同じ足になったら勝てないですよね。レシステンシャ、タケシジョッキー、やっぱり戦力は長いと。やっぱりビクトリア前の3着は、あの、まあ、女子のレースなので、ああいう3着に残ったんですけど。そうね、カフェファラオ、カフェファラオ頑張りましたよ。積極的なレースして、福永ジョッキーのコメントを読みましたけど、やっぱり芝ですから、あの上がりのスピードにはやっぱ芝馬にはかなわないと。でも積極的なレースをしましたよね。まあその中で、まあ、フォーアマゾンも頑張りましたが、ダイアトニックの岩田ジョッキー、結果的に鼻を切った方が良かった。スタート良かったんですよ。二の足も良かったんですよ。鼻切ったら良かったんですよ。で、タラレバなんですよね。ジョッキーもタラレバです。ロータスランドね、悪くはなかったんですけど、自分から進んでいかなかったって、デムちゃん。ね、ロータスランドがねフラフラしてたのでね、ダイアトニックとこの間を行こうとした、ソウルラッシュ、これもったいなかったな。これもタラレバなんですよ。浜中ジョッキー、やっぱりね、いい位置が取れなかったっていうんですよ。これも4連勝の馬でいい位置が取れなかったっていうこと。イルシブパンサーとソウルラッシュは同じように、まだ G1 勝つ能力ないです。素質はあってもあと一つ足りないってやつですよ。これは二の足でいいところ取るっていう。ソウルラッシュ、もうロータスランド空いたんですよ。空いたところ行ったんですけど、やっぱりこう、やっぱ前はよれたり内に来たりするから狭くなった。それで切り替えて内行ったんですけども、このバンドギャルドとのあれで、バンドギャルドも立ち上がる感じだったんですけど、岩田未来ジョッキーが、まあそこまでの味はなかったですよね、バンドギャルドはね。ソウルラッシュはもったいなかったな。いや、足られますよ。イルーシブパンサーもエアロロノアもセリフォスも、もう一つ前だったら馬券に来てますよ。いや、もったいない、もったいねえし、馬券も外れるし、保険も外れるし、ナランフレグはもう戦力はないですね。戦利です、戦利です。秋の、スプリンターステークスに期待しましょう。そんな感じかな。やっぱりそうだな、4連勝してもやっぱり1位が悪かったら、能力あっても最後32秒台で上がってきても一番後ろからじゃ勝てないっすよ。勝てない、伸びてきてるんだけどな。だから G1 勝つには、スタートも良くて、スタートも、まあ、普通でもいいから、二の足でいい位置、ポジション取れなかったら、やっぱポジション取れなかったら勝てないです。いや、それにしても池添ジョッキーのリベンジ成功ですね。絆サンクソングライン、池添ジョッキー、林先生おめでとうございます。林先生のコメントを読んだら、あのね、馬社会来るときにお父さんお母さん両親に反対されたと、反対を押し切って調教師になって自慢取ったと、もう立派ですよ。少しは恩返しできたかななんていうコメントありましたけど、頑張ってれば恩返しできておりますので、はい、おめでとうございます。ソングライン池田健ちゃん、林先生、そしてサンデーレーシングの皆さん、ワンツー
ノーザー1、2、3、おめでとうございます。いやー、宝塚までどうしようかな。もうちょっともう気持ち燃え尽きたな。ちょっとリフレッシュして宝塚行きましょう。まあ、競馬のメインレースは予想しますが、宝塚までやりません。予想だけやります。予想は出しますので、ちょっとやるかな、ちょっとやるかな、うん、はい、ということで皆さん、たられば反省会、惨敗、乾杯、乾のパイ。いや、弱くないんですよ、イルシュパンさん。すげえ、32秒6で上がってきたんですよ、エアロルノアもね。うん、だから私ね、13番、10番っていうのは買ってるんですよ。黄色い帽子が来たから、10番だったら、馬たんワイド買ってたんですよ。たらればです。ハズレの助でございます。黄色い帽子でも強い方の9番でした。取った方おめでとうございます。宝塚は当てましょう。今から鎌倉殿の13人見ます。